ユッキーが教える勝ち玉運気予報。二十四節気でいうと某種夏至を迎えます。いよいよ6月、2023年前半戦の最後の月になりますね。このように自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と言います。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変化します。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこであなたの勝ち玉を知るだけで、あなたの人生の季節を知ることができるんです。またあなたの季節が今何なのか分かれば、今何をすべきなのか具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、あなたが今どの季節なのか知りたくなりますよね。そこで1ヶ月の運気予報をお伝えしていきます。ご自身の勝ち玉をまだ知らない方は、概要欄に LINE 公式の URL を貼っておりますので、そこからあなたのお名前、生年月日、性別をメッセージで送ってください。私の方で鑑定して、あなたの守護神と勝ち玉をお伝えしています。運気予報はご自身の勝ち玉の下一桁を見てください。勝ち玉が2、12、22、32、42、52の方は宿玉、煮玉となります。それでは宿玉、煮玉の方の今月の運気指数からお伝えします。今月の運気指数は9。今月はとっても安定的な月になりそうです。それでは今月の運気の前に、今年の運気からお伝えします。宿玉、煮玉の方の2023年は瞑想の季節、そして今月6月は安定の季節になります。それでは安定の季節を詳しく見ていきましょう。姿勢を正し、行動を意識するようになるため、外部から資金や社会的援助を受けやすくなり、蓄財もできるようになるので、金銭面において好調な時期となります。また自立の季節で起こした行動が実り始め、収穫されます。体より頭で考えようとするため、勢いはありませんが、一つ一つの実績がその後結果へとつながっていくでしょう。このように安定の季節は着実に物事が進行する時期。たくさんのものを受け取ってくださいね。それでは運気予報に行きます。占いでは旧暦を活用しているので、6月の運気は6月6日から7月6日まで。中でも月の運気と日の運気が重なるダブルデーは6月の9、19、29。このように月と日の運気が重なる日はとっても安定的な日、大きな買い物をするのにも適している日になりますよ。それでは安定の季節の良い傾向、悪い傾向をお伝えします。良い傾向に行くと物事が確実に進展するでしょう。しかし悪い傾向に行くと生活の基盤が築けないので注意しましょう。そして良い傾向に行くと豊富な財運に恵まれる、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと金銭的に苦しい時期になるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと着実に仕事をこなせば成果につながる、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと期待外れに終わりがちになるので注意しましょう。このように毎月の運気予報をチェックして行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。あなたの人生の季節を知ることで、あなたが望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。勝ち玉運気予報は毎月アップしていきますので、人生の参考にしてくださいね。そしてこの勝ち玉運気予報は人生の季節で分かることのほんの一部。仕事運、恋愛運、金運、健康運、全体運などもっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。詳しくは LINE 公式のメッセージでお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。